切り粉っていうあのガラスをカットした色のグラデーションが出るのがまあ薩摩切子の一番の特徴でして、うん、まあ、そこにすごく魅力を感じております、うん、だんだんこう色が、淡く濃いところから薄い感じに色がガーッとこうグラデーションがかかる、ここが非常に、まあ、薩摩切子の美しいところですね。この薩摩切子を見た時に本当に一目惚れをして、こんなに美しいものを作り出す人になりたいなっていうふうに思ったのがきっかけです。最初はですね、どうしてもやりたい気持ちが強かったものですから、電話をして、あのこういったグラス類は最初は作れないんですよ。最初はあの小さなキーホルダーとかから作って、でだんだんこうレベルアップしていくんですけど、最初に商品として出せたキーホルダー自分で買いました。今手元に持ってます。なんかお守りのようにして、はい、